吉谷の流儀227条美容院行ってきました美容院行ってきました美容院行ってきました頭切りました、はい、ということで、まあ、今回は同性〇〇同性〇〇まあこれ何かっていうと、あのまあ僕もね、いろんなお客さん対応してて必ずねこういう口癖が出てくるんですよ。必ず出てきます。もう何万人対応して、まあその中で確実に出てくる口癖、あ、稼げない口癖にしようかな、稼げない人の口癖、稼げない人の口癖にしましょう。はい、これね、これです。まあどうせ〇〇、例えば、うん、まあ僕で言うならば、いや吉谷さんはどうせこれやってたんでしょうとか、なんだろうな、いやその人はどうせこうだったでしょうとか、要はなんかその成功してる人、例えばあの松下幸之助ね、こうちゃん、松下さんは違うでしょうと、その経営の神って言われてんだから、いやその人違うでしょうってみんな言うんですよ。ほとんどの人がどうせ〇〇は〇〇とかね、どうせその人はどのこうのとかね。でなんでこれが稼げないのかっていう論理的にお伝えしますね。論理的にこれね、どうせ〇〇って言った瞬間に思考が止まるんですよ。要は考えることが終わりなんですよ。だってどうせあの人は頭いいからどうせ成功したんでしょうとか、あ、お金持ってるからどうせ成功したんでしょうとか、なんかあの人はこうだからこうだよねっていうふうに言った時点で思考が止まるわけですよ。じゃなくて稼ぎたいんだったら、なんで松下、なぜ What? なぜ松下幸之助はさ、なぜ松下幸之助さんは営業の神と言われたのか、なぜなんだ、この人は他の人と何が違かったの、なぜ、ここです。でももうなぜ、What? 全てここです。でもっと言うと、あの万有引力をあの見つけたニュートンさん、こうニュートンさんもリンゴが落ちてたわけですよね。リンゴがポポンみたいな。で他の人はね、別にリンゴが落ちるという現象に対して、まあ、何も思わなかったわけですよ。ただしニュートンだけは違った。なんでリンゴ落ちるのかなみたいななぜリンゴ落ちるんだみたいな。いや、ここ起点ですからね。そこで引力があるみたいなね、発見したわけじゃないですか。大丈夫ですか。だからなぜっていうのは、まあお金を稼ぐ上で、大事なことで、そのなんだろうな、うん、なんでそれが稼げるのかとか、なぜその人がうまくいったのかっていうところを自分でその考察する、考える、思考する、そして実行するっていう、この考え、思考して実行するっていうこのプロセスが稼ぐ上で大事なんですよ。思考する、実行する、思考する、実行する、思考する、実行する、もうこのループでしかないんですよ。だけど多くの人ってどうやってお金をもらっているのかっていうと、給料をもらっているのかっていうと、思考せず、お前それやっとけ、あ、わかりました、やっときます、上司終わりました、思考してないんですね。わかります？会社の言われた通り、お前やっとけよと。はい、わかりました、終わりました。もうこう大体こんな感じです。極端に言うとね。だから思考してないんですよ。だから思考してないんで稼げないんですよね。給料をもらうという人生しかできないんですよ。自分で稼ぐっていうのは自分で考える、そして実行する、考察する、検証する、仮説を立てる、ここが大事なんですよ。もしかしたらこうなんじゃないかっていう仮説を考えるわけですよ。で、そこに対して検証していくっていう、そして実行していく。で、そのフィードバックに対してまた仮説を立てる、検証する。こう、じゃあこう、どうなんだみたいな。いや、ほんとこの繰り返しでしかないですからね。この泥臭い、このね、
がこのループしかないんですよ、稼ぐってことは。でも多くの人が稼げないのは思考をもはやシャットダウンしてるんです。だからいやどうせこのパソコン立ち上がんねえしなみたいなね、どうせもうパソコン立ち上がんないしな、シャットダウンみたいな、えどうやってパソコン起動するのみたいなね。今からねパソコンを使って仕事をしたいと思ってるのに、いやこの Windows クソうめえなみたいな、なんだこれみたいな、なんかずっと Windows XP 動いてるみたいなね、ちょっと古いですけどなんかディ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 みたいな、 Windows XP ウィーみたいな、なんだこれみたいな、動かねえじゃん、なんだこのクソパソコンみたいな、あもう強制終了ボタンボンみたいな、もう終了ですよね、もうパソコンで仕事できないですよね。わかります。だから自分で稼ぐっていうことはなぜなのかっていう。だからね、僕のコンサル生で1億稼いだ子はこのねなぜっていうところを疑いから入れっていうふうに言ってたんですけどね、まあ、全て疑いから、え本当にみたいな、なんでみたいな、まあどっちでもいいんですけど、なぜで入ってもいいですし疑いから入ってもいいんですけど、要はそこに思考が入るってことです。わかります、自分の考え方っていうのはで仮説検証していくってことですね。うん、だからまあこの人はあの人だからいけたんでしょうとかね、あのまずそういうふうに言ってる人はうまくいかないですね、間違いなくうまくいかないです、この口癖がある人。だからあのいい口癖をじゃあ先言っときましょう、いい口癖を。例えばなぜもうこれです、なぜ What 松下さんなんでうまくいったのかな、あなるほどこれです、なぜなるほどです、なぜなるほど。あとミスター X 風に言うならばね、興味深いですねみたいなね。これミスター X の言ってたんですけど、興味深いですねみたいな、その話興味深いですねっていう、こう興味があります、じゃあそう聞こうとする、学ぼうとするっていうね。だからこれね、ほんとね、稼いでる人の使ってる言葉と稼げてない人の使っている言葉、同じ日本語なんだけど、全然ちゃいますからね。いや、マジでちゃう。いや、マジで違いますから。で、本当に、なぜなのかっていうとこと、なるほどなんですよ。なるほど、そういうことか。あ、きっとここだな、なるほどねっていう。なるほど。やっぱ松下すげえな、みたいなね。こうちゃんすげえみたいな。よし、俺も取り入れよう、みたいな。だけどそれがない人はもう否定から入るんで、否定から入るじゃないですか、俺には無理だ、私には無理、あの人は特別だったんでしょうとかね、うん、あの関係ないですからね、うん、だってなんだろうな、うん、なんかね、これドリームアカデミアで紹介してるんですけども、ニックなんちゃらだったかな、その外人でニックなんちゃらっていう人いるんですよ確か。でその人は生まれた瞬間か、もしくは交通事故かなんかで手と足がもう切断されてないんですよ、手と足が。だけどめっちゃ億万長者なんですね。まあその人も言ってますからね。じゃあ100歩譲ってですよ、そのニックさん、ニックでいいのかな、ちょっと待って調べて、ニックだったらな、ニックだったような気がするんだけどな。ニック、手足ない。ニック・ブイチだ。ニック・ブイチチさん。ニック・ブイチさんだ。手足のない、ニック・ブイチさん。あ、この人ですね。あ、この人。こう綺麗な奥さんだな。こうドリアカで紹介してますから、ニック・ブイチさん。そう。じゃあ、この人ね、まあその講演とかして全世界回ったりとか講演しても、まあお金はもう全然あるわけですよ、普通に。他の人に余裕で稼いでるわけなんですけど、じゃあこのニック・ブイチさんに言います？あなたが成功した理由って手と足がないから成功したんでしょって言います？言います？どうすか？言いますか？手と足がないから成功したんでしょみたいな、それ特別だよ、手と足がないんだからそれ成功できるよって言いますか？
言えますか？僕は言えないですね。よう言えない。まあでもね、でも客観的に見ると手と足がないっていうのが実は武器になってる部分があるので、まあ一概には言えないですけど、でもね、多くの人はじゃあ手と足がない人からは、あ、なんだろうな、あの人は手と足があっていいなと、手と足があるから何でもできるよねって言ったら終わりなんですよ。確かに、まあそうなんだけど、手と足があった方がそれはいろいろできるじゃないですか。だけど、それを言ったら終わりです。でも、ニック・ブイチさん見てくれ、見てくれって話で、手と足がなくても自由にね、めっちゃお金稼いでるし、いろんな人に勇気与えてるし、感動のスピーチしてるしって話で。だからね、関係ないですね。だから結局ね、ここの考え方ですから、本当に。だからその、なんだろうな、アドラーの話でもあったな、その、なんだっけな、その、変えられるものと変えられないものっていう世の中にあるわけですよ。変えられるものと変えられないものっていうのは世の中に存在するわけですよね。で、この変えられるものと変えられないものを目利きできる、そして考えられる力を与えてくれみたいな、何の章だったかな。なんかそういうのあるんですけど、いや、例えば、雨が降った時にね、ふざけんな、今日雨かよっていくら考えても、いくらムカついても、変えられないですよね。変えられます？ふざけんなよ、今日雨か、めんどくせえな、みたいに濡れるしな、って思って考えたとしても、ね、晴れになりますか？お前は神かと。ね、無理でしょ。じゃあ一つ変えられるものがあるとするならば、考え方しかなくないですか？あ、雨かと。この前買った傘、させるな、みたいな。このおしゃれな傘を出番だぜ、みたいなね。俺のお気に入りの傘が出番だぜ。カシャンみたいな。カシャンみたいな。パーンって。って考えた方が、よりよく生きられると思いませんかって話なんですよね。単純に。だから変えられないものは変えられないわけだから、唯一変えられるものは考え方しかないよと。じゃあどのように考えて、どのように捉えて、どのように実行していくのか。どっちの方がいいですか？A さんと B さん。ふざけんなよ、雨かよ。もう、なんでこの日雨なんだよ。って思う人生か、B さん。よし、お気に入りの傘がさせる。ピシュ。松下幸之助さんのね、成功するね、原理原則を言ってるんですけど、雨が降ったら傘をさす。これ、なんだっけな。雨が降ったら傘をさす。このシンプルな、行動原理原則に全てが集約されてるみたいな話があるわけですよ。雨が降れば人は何気なく傘を開く。この自然な心の動きに、その素直さに私たちは日頃あまり気づいてはいない。だがこの素直な心、自然な心の中にこそ物事のありのままの姿、真実をつかむ偉大な力があることを学びたい。学びたい。すごないですか？これ、やばないですか？松下幸之助さんほど成功してるのに、まだ学ぶのかと。お前まだ学ぶんかいみたいなね。これやばないですか？これ。ね。この偉大な成功者、経営の神が、学びたいってこれ、学びたいなんですよ。やばないですか？これ。なるほど。みたいな。やべえな、みたいな。もう一回読みますね。雨が降れば人は何気なく傘を開く。この自然な心の動きに、その素直さに、私たちは日頃あまり気づいてはいない。だがこの素直な心、自然な心の中にこそ、物事のありのままの姿を、真実をつかむ偉大な力があることを学びたい。何にもとらわれない、伸びやかな心でこの世の姿と自分の仕事を変える見るとき、人間としてなすべきこと、国として、取るべき道がそこにおのずと明らかになるであろう。深いっすねー。やっぱこれやばいっすね。やばい、やばい。だって、死んだこれ、まあ、ここまで行ってまだ学んでるわけですから、勝てへんっすわ。ねえ。だけどみんな学ぼうとしないんですよ。どうせ無理だっつって、あの人は特別だ、あの人は金を持ってる、あの人は学歴が高いとかね、まあアドラーの心理学でもありますよね。
どうせあの人は学歴が高いから成功したんでしょうと。さあこれはなんだっけな、アンチテーゼなんだっけな、んーなんかね、なんていう言葉で言ってたかな、劣等コンプレックスだ、なんか劣等コンプレックスは良くないみたいな。だからそのせい、結局その劣等コンプレックスって何かっていうと、そのせいにするってことですね。だから逆に言うと僕の場合は、まあそのアドラーの心理学でも言ってますけど、頭が悪いからじゃあ人一倍やる、これは良くないっていう話で、だけど頭が悪いから成功できないっていうのは劣等コンプレックスであって、それは何かのせいにしてるから良くないよっていう説いてるわけですよ。でもそうですよね。いや僕もなんで人よりやるのかっていうと、この動画を見てるあなたより頭が悪い、あなたよりアホ、あなたよりキモい、あなたより、偏差値低い、だからあなたよりやるんです。もうその通りです。もうシンプルですよね。雨が降ったら傘を差す、頭が悪いから人よりやるって一緒じゃないですか。もう一度言いますね。雨が降ったら傘を差す、頭が悪くてだけど人より違う人生を送りたい、人より違う大きい収入を得たい、自由な生活をしたいであるならば人の何倍もやる。シンプルじゃないですか。めちゃシンプルですよね。単純に、うん、まあまあまあいろいろ申し上げましたけど、稼ぎたいんだったらね、思考を動かしていかないといけないし、思考を止めてたら無理ですよ。本当無理。うん。なんで、そこはちょっと意識してほしいなと思います。マジね、ここめちゃ大事ですから。ほとんどみんな思考停止。で、思考停止した方が楽なんですよ。だってそうじゃないですか。いや、あの人は高学歴だから成功したんでしょ？いや俺別にその三流大学だし無理だしって言った時点で考えなくていいんで楽でじゃないですか。楽ですよね。それ言えばどうせあの人だからうまくいったんでしょって言ったらもうそれで考える必要ないので楽じゃないですか。だからみんな楽な方に行きたいんですよ。考えたくないです。いやいや、お金稼ぎたいんだったら考えるなんか当たり前ですからね。What？ なぜなんだ、なぜ、もうなぜの連続ですよ。なぜなのか。で、そのなぜを解決していくんですよ、考えて。どうやってみたいな。なぜみたいな。どうすんねんみたいな。いや、ほんとそうっすからね。で、それが嫌なんだったら、それがもし嫌なんですよ、考えたくないんだったら、会社行って、おい、これやっとけ、これやっとけ。はい、わかりました。はい、上司できました。給料20万っていう世界をずっと生きるしかないです。OK ですか？そう考えたくないんだったらね、会社の言われた通り、会社のルール通りに、会社の上司の言われた通りに仕事をして、はいはい、わかりました。はい。この生活を40年続けるしかないんです。どっちがいいですかっていう。いや、僕は自分で考えて自分の人生を生き抜いてた方が楽しいと思うんで、そっちの方がいいんじゃないですかというご提案になります。はい。では、じゃあ道を開くね。こちら、YouTube の下に入れておきますね。これね、バイブルですからね。僕は十何年も、もうこれだいぶ昔の本だと思うんですよね。これ多分ね、初版が1968年5月ですよ。めちゃ古いな、初版。これね、僕東京で仕事してた時に、一番初期は、通勤して、実家から通勤恵比寿までしてたんですよ。2時間ぐらいかけて。うん。で、満員電車も経験しまして、僕は満員電車朝ね、僕マスターになりまして立ち寝ができるようになりました。立ち寝こうやって、でたまに本気こう半分寝るんですよ。半分寝てこう定位置があるんですね、いつもので。ちょっと横かってこうやってね、立ち寝です。であまりに本当に熟睡するとククンみたいな、ククンみたいな、おーみたいな。立ち寝をマスターしましたね。朝6時半ぐらいから満員電車というかね、電車乗って2時間ぐらいかけて恵比寿まで行ってたんですけど。で、帰りはさすがにその朝はね読めないんで、帰りバッグにこれ入れててね、で帰りこれ読んでました。帰り2時、まあ通勤電車2時間ぐらいあったんで、これ読んでましたよ。バッグに1冊入れて道を開く、はい、これ15年前ですかね。もうあれから15年。はい、自分の道を僕は今開いております。はい、まあ時間かかりますけどね。はい。終わりたいと思います。まあこの YouTube の下に入れとくんで。いや、これはね、バイブルですよ。本当に。でもね、これね、
ね理解できるまで結構大変だと思いますけどね。あの本質すぎるので、本質すぎるし言葉が古いので、まあちょっと難しいかもしれないですけど、いやマジでねシンプルイズベストの本だと思います。しかも軽いんでね、これはね結構バイブルですね、道を開くは。やっぱこうちゃんすごいっすね。はい、終わりたいと思います。ありがとうございます。